はい、今回はね、前回ちょうどこのゲームボーイカラーのビネガー状態の液晶を取り外して、まあニコイチで復活させましたけども、せっかくなんでね、もう処分しちゃえばいいんですが、ちょっともったいないというか、やってみたいというか、ビネガー除去できるのかなということでね、まあ前回っていうか、だいぶ前にゲームボーイポケットのビネガー除去やりましたけども、まあそれを使って同じように除去してみたいなと思うんですが、まあここにね、変更版がのり付けされてますんで、剥がしてみたいんですが、めちゃくちゃ硬いのと、すでにね、匂いが出てきてますね。これはね、換気をしないと危険です。換気をしながらやっていきたい。ものすごいお酢の匂い、酢酸ですね。ちょっと硬くて剥がれないんで、ペンチを使って剥がしていこうと思いますが、かなりね、もういろんなものが化学変化しちゃってんのかな。めちゃくちゃ強くくっついちゃってますね。匂いがね、まずすごいですね。まあ剥がしてみましたが、ちょっと途中でぶっちぎれちゃったんですが、まあ剥がすことができました。この辺すごいんですよね。液晶側にも糊がくっついちゃってます。もうこちらはね、すぐ処分した方がいいです。すぐもう外に出しちゃおう。この残ったやつもちょっと怪しいんで、定番のなんだっけ、無水アルコールで、無水エタノールかな、使って、エタノールですね。まあ、アルコール類なんですけど、まあ、綿棒、こすって取っていきたいと思います。まあ、こうやるとスーッとこの辺は取れちゃうんですが、ん?なんかね、中央やや下あたりに、まあ液晶としては左側だと思うんですが、なんか穴が開いてるみたい。反対側にもなんかこう溶かしちゃった感じがしますね。ここ。ほら、丸く開いてる。これも、これはどうすりゃいいんだ。これは困ったな。ここに貼ってある何らかのシートがあるということなのかな。反対側にもなんか貫通してますね。ここになんかありますね。これなんだろう。これ剥がしていいのかな。剥がれそうで剥がれないな。薄いテープ。傷ついちゃったよ。むしってみようかなと。取れそう。キューッと取れそうだけど、ちぎれちゃった。ちぎれちゃったわ。粘着力がすごいっていうのがめちゃくちゃ薄くて、まあ、セロハンテープのようにね、スーッと取れません。こんなになってしまった。絶望的だな。まあ、どのみちね、処分してしまおうと思ったんですが、もう一度ね、このよくわからんフィルムを無水エタノールで溶かしてしまおうと。硬いので、よくあるこの、なんていうのかな、スマホなどをね、開くオープナーを使って削り取っていきました。まあ、その結果ね、まあ、なんとか、こんな感じの、ツルツルになりました。ツルツル。綺麗に取れたんじゃないかな、と思いますが、どうでしょうかね。かなり押し付けちゃったんで、壊れてなきゃいいんですが、まあ、本当にこう、糊の部分がね、糊なのかな?なんだろう。もしかしたら意味のあるプラスチックだったのかどうかよくわかんないんですが、こちらはね、前回作ったニコイチのゲームボーイカラーです。まあこんな感じで動作しますけど、ちょっとね、基板がそんなに今すぐ取り出せませんので、
この間作ったこのねゲームボーイカラー再び分解です。でちゃんと映ってる液晶の方を取り外しちゃって、こいつの代わりに置きたいんですがどうしようかな。結構ガッチリくっついちゃってるな。くっついちゃってますんで、あ、浮いた。あーちょっとこうかなりくっついてますね。この折れそうかな。液晶を壊しそうなんで、こちらはまあ置いときましょう。この基板のまま今回も起動してみたいと思います。先ほどね、無水エタノールで綺麗に除去したやつです。まあこのままではおそらく映りません。まあ映ってはいるんですが、人間の目では見えないと。いった状態になるはずなんで、変更版まだつけてませんのでね。入ったかな？もうちょっとだな。ん？なんか入りが悪いな。あ、ほこり。ほこりが混入してますね。ほこりというか先ほど取り除いたノリのやつですね。入んないわけだ。もう一度。あ、入った入った。入りますね。これでロックと。さあ、電池をつけてと。カートリッジか。カートリッジと電池をつけて電源をオンにすればいいと思いますね。その前に変更版用意します。東急ハンズ。まあ、かなり前のやつなんで。今この値段で買えるのかちょっとわかんないんですが、変更版です。普通の変更版でいいのかな？では、あ、またホコリだ。まあ、後ほどね、綺麗にしますけども。さあ、電源をオンにします。あ、スピーカー汚れてるね。映ってます。映ってます。映ってるけどなんか色がおかしいな。色がおかしい。色がなんか地獄の世界になっちゃってるね。空が赤い。空が赤いな。マリオもなんかこう、ネガのような。反転してますよね、これ。完全に。あれ？どの面にしてもおかしいな、色が。一応向きがあるんですけど、どの向きにしてもダメだな。なんだろう。しっかり刺さってないとか？いや、何回か抜き刺ししたし、あらら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 。これは、これはどういうことだ。実は先ほどね、懸命に剥がした部分っていうのは単なるノリではなくて、何らかの変更版だったのか、もしかしたら、なんだろうね、液晶が壊れてしまったのか、色がおそらく反転してますね。もう一度、こんな感じですね。何回やっても、何回付け替えてもこんな感じになってしまった。はい、いかがだったでしょうか。なんとね、液晶は綺麗になったと思ったんですが、このようにね、なんか色がですよ、変ですね。変というか多分正しく表示はしてるんですが、変更版関係なのか、どうでしょう、一部液晶が壊れてしまったのか、反転していて色合いが変ですね。空が赤いです。これはこれはこれはちょっとね、解明できないな。
いくつかサンプルがあればいいと思うんですけどね、残念ながらダメですね。次回は今度こそメタルゲームボーイカラーを完成させたいと思います。ちょっとね、液晶復活させようなんて別のことやっちゃってましたけども、まあこのようにね、メタルゲームボーイ結構重い気もしますが、バッテリーがねリチウムイオンに変わるんで、その辺どう出るか。ではまた。